これを受け取れ。聞こえるか？無事で何よりだ。残念だが、君はまた時のほころびに飲み込まれてしまったんだ。すでにそちらには支援物資とスーパータイムマシンの転送が完了しているはずだ。だが、すまない、俺は今すぐそちらに行くことができない。友人のタイムマシンがメンテナンス中なんだ。だが約束する、時間はかかるかもしれないが必ずそちらに行く。それまで君にはスーパータイムマシンの起動を準備してほしい。そうだ、さっき渡した装備を身につけてくれ。銃が入っているだろ。近くに何か、ああ、そこの木箱に向かって撃ってみよう。ちゃんと動作しているな。強力な武器ではないけど、助けにはなるはずだ。じゃあ、行動を開始してくれ。頑張れ。必ず助けに行く。ねえ、そこの人、ちょっと待って。おい、俺を置いて、先に行くんじゃねえよ。やっと私たち以外の人に会えたわ。ねえ、ここどこなの？西の都に帰りたいんだけど。じゃあ、生きて帰るためには起動キーってのを探さないといけないのか？めんどくせえな。あてもなく探すんじゃ時間がかかるわね。それってどういうものなの？起動キーってやつ。どういうものか分かればレーダーが作れるかもしれないわ。俺だ。どうかしたかい？え？生存者を見つけた？ちょっと待って、モニターする。母さん？あ、いや、なんでもない。なるほど、起動キーのレーダーか。わかった、通信機を彼女に渡してくれ。もしもし。ああ、どうも、挨拶はいいから。うん、なるほど、周波数は？オッケー。手持ちのレーダーを改造すればすぐね。ちょっと待ってて。できたわよ。はい、これ使って。こういうことだけは有能なんだよな。そのレーダーに光の点が映ってるでしょ。そこに起動キーがあるはずよ。